よし、ブリちゃん見つけたぞ。ブリちゃん見つけたぞ、これ。これカラシナですね。カラシナくん見つけました。いただきます。辛い。めちゃ辛い。めちゃめちゃ辛い。これちょっと取っとこう。すごい辛い。なんていうんですかね。揮発性の辛さですね、これ。揮発性の辛さ。ちょっと柔らかい若葉のとこ取っとこう。よっしゃ。もうこの距離で見つけました。この固まってるやつ、肝臓見つけました。はい、ブリちゃん、これ肝臓くん見つけましたね。こういうちょっと根っこの方を見るとちょっと白っぽいとこがあって、そっからナイフとか入れるとこういう感じで取れます。手前でこうやって取っちゃうとこうやってパラパラって崩れちゃうんで、この根っこから取るといいです。白いとこから。肝臓くん、おじいちゃん、今日肝臓取ったよ。ブリちゃん大量やんねん。ブリちゃん踏んでる、肝臓。ブリちゃん肝臓踏んでる。ブリちゃん肝臓踏んでる。なんかここ最近一気にいろんなものが出始めてます。ねえ、ブリちゃん、風強いな。さっき取れた肝臓とカラシナです。これを適当に朝ごはんにしてみようと思います。あ、色が変わった。サッとでいいな。サッと入れます。色が鮮やかになりましたね。茹でるとほんの少しになっちゃいます。ポン吉くんじゃない。味噌、酢、砂糖、みりん、じゃあ。
ったやつを投入し、思った以上が少なかったな。肝臓の酢味噌あえ、ちょっとハムも入れてみよう。ちょっと凍ってるけど、うん、うわ、カラシナの辛みがすごい蒸発してきた。で、ここにバターと醤油、バター醤油炒め、なんか肉の率が多くなっちゃった。いただきます。肝臓の酢味噌和え、うお、ご飯と一緒に食べます。うん、ご飯もいただきます。食感はほうれん草に近いですけど、ほうれん草より甘みがあって美味しいですね。うん、酢味噌合いますね。目が覚めるな、これ酸っぱくて。うん、からし菜のベーコンバター炒め、いただきます。あれ、炒めると辛みが飛んじゃうのかな。ちょっと苦いな感じですね。大人の味になってます。美味しいです。これこそ飯と合いますね。